こんにちは、まさの4K4です。今回はドラゴンクエストオタクトの、ちょっと待って、出ないか、イベントのマームロードですね。大の大冒険のマームロードのレベル、マームロード7やっていこうかなと思います。はい、もうすでにクリアしているんですが、このパーティーでいきたいかなと思います。もともとは、ダイがいなくて、代わりに1体別のキャラが入っていてクリアしました。それではやっていきましょうか。マーム、今の現時点でフル覚醒しております。どんな感じの敵だったっけ、忘れちゃった。とりあえず両サイド倒していったら、全然効かない。はい、ということで、マックスのってこと。しかもレベル上がったし。まあ、マームロードはそんなでもない感じですかね。マームロード7。一番、個人的には、バランロードの方がきついっすね。まだ、もうちょっとのところなんですけど、倒せてなくて。はい。ということで、今回はドラゴンクエストタクトの大の大冒険のマームロード7でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。